時は私が高校1年生の頃、入学して1ヶ月、友達もでき、クラスにも馴染んだ頃、それはやってきた。高校生活、最初の中間テスト。普通に勉強ができないので、当たり前のように高得点は目指していない。そう、目指すべきものはたった一つ。赤点回避か、夏休みの補習回避。高校生活初っ端の夏休みを補習で潰すわけにはいかない。テストで40点を下回れば、欠点となり、補習への道に一歩近づいてしまう。だが授業態度や提出物をしっかりこなせば、たとえ欠点でも補習行きを免れることは中学校ですでに学んでいる。ここで伝えておきたいのが、私は数学にめっぽう弱い。小学生の頃から算数に弱く、それが中学生になっても改善されることはなく、補習もよく受けていた。とにかく数字が頭に入ってこなかった。ちょっとでも就職に有利になれたらという甘い考えで、商業系の高校を選んで、よりによって数学の時間が唯一2時間分あるコースを選んでしまう。愚かなバナナだ。これも余談だが、高1の秋頃に国語、英語、数学の基礎力を診断するテストがあって、みんなに点数によった9が認定されたが、私は数学が9級だった。小学校3年生くらいの知識だそうだ。つまり、最大の敵は数学。高1さえ打ち取れば、高1の夏休みはあたいのもんだよ。4か。4はさすがに確定やな。あ、でもまだ、放課後の補習段階。聞くところによると、この補習でうまいことやれば夏休みの補習はなくなるらしい。もうみんな結構教室入っていってんな。数学は6組って聞いたけど、相手すらないし、先生も生徒もおらんやん。まさかのマンツーマン補習だった。あ、もう黒板も使わんねや。一人やもんな。すいません、こんな私一人だけのために時間割いてもろて。あ、いいな。気まず。その後、なんとか夏休み補習は回避したとかしてないとか。